わり冷や酒飲んで焼いたサンマに大根おろし、どこか似てるぜ男の生き様に、旬のうまさとほろ苦さ、酒とサンマと秋の月、線路に続く北の駅、あの日の夢に戻れたら、心の汽笛が鳴いている、心の汽笛が呼んでいる、今更思う熱い目頭煙のせいと、やったふりして不器用なバカを言う、さんざ重ねた親不孝、酒とサンマと秋の月、見送る列車に頑張れと、無口な親父窓の雪、心の汽笛が泣いている、心の汽笛が呼んでいる、酒とサンマと秋の月、戻れるところないけれど、こぼれの痛みわかるとし、心の汽笛が泣いている、心の汽笛が呼んでいる、素敵なゲストをお迎えしました。北原美玲さんです。北原美玲です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
本当にね、いつ聴いても素敵な歌が多くてね。 ありがとうございます、ね、皆さんどうでしょう、あのカラオケでもそうですね、毎回どの高が歌ってみますよね。そうですか、はい、特に歌の上手な人 ね、そうですね、それがいいですね。でも嬉しいです。あの石狩バンカーを出した頃はね、なんかこう歌が難しい難しいって、歌えないわよなんてよく言われてて、ああだからなんか歌える歌をねと思って、25年ぐらい前からなんかね、はい、そういう歌にしてほしいってちょっと傾向変えて、はい、はい、うん、なってきました。司会バンカーみたいなそういう歌もいいけど、今風のね、今回もそうですし、そうですね、そうですね、今回はあのカタカナで桜歌と、はい、これはカタカナっていうのは何か意味があるんですか。まあ、歌全体になんですけれども、はい、この大変な時代を経験してね、はい、でこの本当にこう当たり前や普通がこう素晴らしいそのっていう気づいた、はい、主人公の物語なんですね、はい、それでこの書いた詩を書いてくれた滝野英二さんが、この久しぶりに旅、はい、久しぶりに旅に出かけてね、で皆さんが本当に幸せそうな顔をして、はい、で優しい笑顔で桜の花を見上げてたそうなんです。で久しぶりにいいなという思いで北海道に旅をしたそうなんですね、はい、一人旅をした時に書き上げたのがこの桜歌なんです。そうなんですか、はい、だから本当に世の中が変わってしまってね、皆さんも思ってると思うんですけど、学校や会社にも行けずね、そして親にも会えず友人にも会えずっていうことでね、本当にこう当たり前だったこと、はい、それが本当に幸せなんだっていうことを気づいた、本当にこう共にね、皆さんも生きたこの時代をね、しみじみとしてしみるラブソングです。そういう時代ですもんね、はい、そうですね、もう53年、そうですね、53年になってしまいましたね。すごくないこれは。いや改めて私も自分でね思うんですよ、なんかすごいことなんだなっていうのをね、歌ってこれたんだなって。まあでもね、ここまで来たらもう目指せ現役80歳ということで、80までは頑張って歌おうかなって思っております。ね、ご出身は愛知県の豊川市なんですね。そうなんですよ、僕たちはね、どこなんですか。愛知県、愛知県名古屋市です。名古屋市、はい、あ、そうでした。岐阜です。あ、岐阜で、私も愛知県で、あら、そうだらですね。じゃあ辰巳さんはどこなんですか。僕もともと愛知県。あ、愛知、はい、あ、じゃあみんなそうじゃん。あら、よかった。私緊張してたんですけど、だからもうねえ、ジャンダラリンだったらよかった。私は豊川だからもう三河弁でね。そうですね、三河弁は可愛いのよね。なんそうだなって食べりんとかね。そうですね、名古屋は食べやん。あ、食べやん、あ、それも言いますね。はい、あ、よかった、嬉しい。もう最初からそう言ってください。緊張が取れました。そうですかね。え、でも本当にね、この歌本当にぜひ皆さんにね、優しい気持ちでね、本当に幸せをかみしめながらね、はい、歌っていただけたらいいなというところにおります、はい、ちょっともう、はい、聞きたくなったと思いますのでね、はい、はい、お願いして、で曲紹介お願いします。はい、それでは北原美玲さんで桜歌。世界のどこにもどこにもいないわ。必ず会えると信じてた私の人生、委ねる人に、I love you 桜の舞う
麻布に繋がる桜坂、小さな枝にも枝にも一輪、誰もが見上げて指を差し、黙って幸せ噛みしめてゆく。I love you 桜川を、あなたを愛してよかったわ。はい、北原美玲さん、ね、桜歌でした、はいね、素敵な歌ですよね。あのサビのところでね、はい、I love you って入ってくるんですよ。あそこでしょ。もうあの滝野英二さんはね、絶対ね僕ここをねあの使いたかったって。初めて自分の中であの、ね、たくさん何千曲も書いてるけれども、はい、あの I love you 使ったの初めてなんだよって。そうなんですか。そうなんですって言っておりましたのでね、でそこがあの肝ですので、皆さん歌うときに I love you ってやってください。はい、はいですね、本当に素敵な歌でした。もういろんな歌を歌われるからね、本当にいつもあのこう本当に正直な話ね、はい、歌の方もすごくお手本になる。あらそうですか、うん、あのありがとうございます。私あの、豊橋の、ね、桜ヶ丘に行ってて、はい、そしてあのそこの時にねあの歌を始めたんですよ、はい、レッスン始めて、で卒業して東京出てきて、さあそこで今度ねすっごいあの欲張ってね3カ所歌レッスン行ってたんですよ。浜口蔵之介さんと、で大本京慶さんってあの、はい、大本京慶さんボーカルの、ね、ボーカルボイストレーニングですね。そしてジャズの先生と、だからねいろんな歌ができてよかったなって。歌い方がそう、はい、シャンソンも習ってましたね。はい、素敵でした。じゃあですね、はい、最後にあの北原美玲さんからテレビをご覧の皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、あの新しい年になってね、あのいろんなことがね前向きに進んできましたのでね、どうぞ皆さんねこれから十分あの毎日をね楽しく健康でいていただきたいと思います。で桜歌ヒットさせたいですので、皆さん応援してくださいね。はい、ありがとうございます。今週の本当素敵なゲスト北原美玲さんでした。ありがとうございました。降りしきる冷たい雨濡れながら色を競うように桜紫陽を
何をそんなに装う薄紅の花模様涙色です抱いてください白い素肌赤く染まるまで髪をまさぐる指がこんなに愛しい心しくしく体しくしくあなた恋しい花化止めどなく溢れる涙川にして一ひらの花を水に浮かべてそっと送るあなたしばらくは抱かないで他の誰かを人を愛して人を憎むこと知りました夜の長さに揺れる女の悲しみ心しくしく体しくしくあなた恋しい花化粧今日も明日も膝を抱え一人別れ歌愛の星月家後悔しないわ心しくしく体しくしくあなた恋しい花化粧背中
中心の風は今でも胸に走り抜けてきた東京の砂漠乾いた男の純情麦笛よお前には涙を見せてもいいだろう。あれ、誰かと待ち合わせ？そうよ、もうすぐアキラちゃんが来るの。あ、待った？ごめんね。あれ、今日鍋ちゃんもいるの？あれ、いやだ、私のこと取り合って喧嘩しないで。じゃあどっちが私のことを愛しているかウグイスになったつもりで泣いてみて。いいよ、じゃあ泣いてみるね。アキラちゃんの勝ち。にゃんにゃん。蜂蜜が当たる抽選会ですね、はい、今日は井戸田のりえさんにお手伝いいただきます。3人の方に当たります。なかなかね多くて当たらないわけだから外れた方ももう入りましてねチャンスがあります。はい、ではお一人目お願いします。当たるかな。はい、ではお一人目お願いします。どんと、はい、決まりました。愛知県稲沢市ですね、梅村彩子さん、おめでとうございます。お二人目、はい、こちらはですね、東京都世田谷区の川村健二さん、おめでとうございます。はい、もう一人ね、はい、決まりましたね。岐阜県の本巣郡、桜井俊美さん、ね、はい、
決まりました。皆さんにね、蜂蜜が届きますのでね、お楽しみに。慣れぬお酒に絡んで